今回は黒のお花とストーンでアクセサリーのようなデザインを紹介していきます。まずベースジェルを塗っていきます。次に赤とアイボリーのカラージェルを塗っていきます。アイボリーの上にアートをしていくので、10本のバランスを見て色の配置を変えることがポイントです。今回のアートに使うのは黒のホログラム、クリスタルストーン、ゴールドブリオンです。爪の大きさのバランスを見てホログラムを並べて花を作ります。ライトに入れて固めるまでは自由に場所を変えることができます。空いたスペースに少し大きめのストーンを置き、周りをゴールドブリオンで囲います。ストーンを置くだけよりもアクセサリー感が増すと思います。黒の小さいホログラム、ストーンを空いているスペースに置いていきます。赤の上には根元にゴールドスタッツを置きます。最後にトップコートを塗って完成です。今回は黒のホログラムを使ったお花を紹介しましたが、ピンク、白のホログラムなど色を変えると違ったイメージの花を作ることができます。ピンクだと可愛く春におすすめで、白だと雪のようなイメージになり冬におすすめです。